龍眼は、ムクロジカムクロジ族の常緑を打書き、またはその果実。果実を割った時に中にある、大きな黒褐色の種子とその周りの半透明な白い部分の様子を、中国で伝説の真珠である龍の目に見立てて、龍眼と名付け、日本でこれを音読みして、和名龍眼と名付けられた。中国語では、肝体アザ中国語、眼、肝体アザ中国語、龍眼、タイ語では、 ベトナム語では、NHN、インドが原産と言われる。果実の主な生産地は、福建省など、中国南部、台湾、タイ、ラオス、インドネシア、ベトナム。日本では、鹿児島県の大隅半島や、沖縄などの一部地域に分布する。山和本蔵には、薩摩に、霊子流岸の木元より山に、ありというの記述があり、18世紀には日本で、 栽培されていたことが伺える。龍岩は台湾や中国の比較的暖かい上海などの地域で街路樹として植えられている。そのような場所では道路に試産した果実が異臭を放つ様子も見られ、日本人には胃腸を彷彿とさせる光景である。常緑鉱木で樹木は5から10メートルほどに成長する。台湾や沖縄での収穫期は7の8月。 花期は初夏で溶液から花茎を伸ばして方向がある紅白色の小さな花を円錐状に咲かせる。果実期は秋で直径2センチメートルほどの丸く茶褐色の果実をどうの房のように一度に多く実らせる。果肉はどうに似た白く半透明な果汁の多いゼリー状で中央に大きな黒褐色の種子がある。果実は 同じク黒字カの霊子に似ているが、暗褐色で表面に凸凹がある霊子と比べ、龍眼の実の表面に凸凹がなく、泡褐色である。独特な香りと味があり好みが分かれる。多量に摂取すると鼻血が出るという俗説がある。果実は、生食だけでなく、乾燥したものも広く利用される。中国料理では乾燥させたものをぶつとべ小などの、スープなどに使用する。 漢方ではこの果肉を乾燥したものを利用する。ジュース、缶詰、アイスクリームの材料としても利用される。果実は、過食でき、欧風で、大木から落ちた果実は生殖している。生殖は、ブドウの果実のようで、酸味もあり美味しく食べることできる。また、マーケットで缶詰も入手が可能である。需要競争にも良く、食後のデザートにも適している。リューガンの果実は、 干しぶどうのように乾燥させたものがあり、味も干しぶどうに似ていて、特有の燻製臭がある。漢方では、補欠、滋養競争に役立つ薬と考えられていて、漢方薬として、果肉を乾燥させたものを流眼肉、カツラらン肉と呼ぶ。心と体を補い補欠、滋養競争の効果があるとされる。疲労、不眠、貧血、病後、産後の日立ち、また胃腸に効くとされる。 仮主皮には、武道糖、諸糖、主石酸、脂肪、デキストリン、アデニン、コリンなどを含んでいる。主石酸は、鉄分の吸収を促進させる作用、コリンは副交換を軽く刺激して、胃腸などの内臓器官の活動を活発にさせる作用が知られている。ABCDEFGHIJKLMNOPQ 田中工事 1995P163 ありがとうございます。